どうも、マニアです。今回はですね、我が家で実はしばらく飼育しておりましたヘビのご紹介なんですけれども、それがこちら。この中にですね、とあるヘビが入っております。今ちょっと見えたな。それが、こちら。出てこない。動きが素早い。じゃーん。早すぎる。こちらね、俺が3月に、一見ミミズのように見えるこいつ、実はね、ブラーミニメクラヘビというね、非常にちっちゃいね、ヘビなんですよ。まあ、よく見たらほら、鱗があるの分かりますかね、この感じ。よーく見ると、口の先っちょからベロをペロペロ出してるのが分かるんですよね。だからまあ、ミミズじゃなくてヘビだってのが分かるんですけど。ほら、目はほとんど退化してるのが分かんないんですけど。最大でね、せいぜい20センチくらいまでしかならない、かなり小型のヘビで。日本ではね、外来種なんですけれども、石垣島とかね、宮古島とか、沖縄の方に結構生息してます。堆積してる落ち葉を漁ったりとかね、石をひっくり返したりしたら結構出てきますね。そういう地中性のヘビです。こんだけちっちゃいんでね、食べてるものも特殊で、シロアリとかね、アリとか、アリの卵とかそういうのを食べてるらしいですね。一応ね、コオロギの初霊とか、ゴキブリの初霊とかね、あとコオロギの卵とかも食うらしいんで、俺はゴキブリの初霊を与えて、かれこれ3ヶ月飼育しておりました。今回こいつの飼育環境をね、ちょっとまた違ったものにね、整えたいと思いまして、動画を撮っております。というわけで、今回ブラミニメクラヘビを飼育するのに用意したのが、こちら。島田拓さんっていうね、アリの第一人者の方が作っております、アリマシーンという。アリ飼育キットでございます。アリ飼育用のキットなんですけれども、その、これ作ってるね、アリの第一人者である島田拓さんにお会いすることがあって、話を聞いたらね、これでブラーミニメクラヘビを飼育することができるらしいんですよ。確かにブラーミニメクラヘビってアリとかシロアリとかと同じように高湿度の土の中とかね、土壌の中に住んでるんで、これ結構ね適した環境なんじゃないかなと思います。というわけで、うちでも実際こちらでね、ブラーミニメクラヘビを飼育してみたいと思います。で、早速こちらにメクラヘビを入れます。入れ、難しい、入れ難しいな、ちょっと普通に入んなかったんで、このロートで入れます。ほら、入れ、おお、入っていった。で、この上の部分ね、蓋したいんですけども、スポンジぶっ込んどけばメグライブの力じゃ開けられないっしょ。おお、めちゃめちゃいいですね。普段決して姿をこうやって横から見ることなんてできないメグラヘビをじっくりと観察することができます。ほら、この鱗の一枚一枚さえ見えるってなかなかないぞ。ベロペロペロしてるのが分かりますね。すげえ。で、こちらのアリマシーンね、この裏側に穴が開いておりまして、ここからね、水を入れることでね、湿度の管理をすることができるんですね。この石膏が水を吸収するんで、それでね、このケージの中の湿度を、保つことができるという形でございます。で、今までこいつに初霊のゴキブリ与えてたんですけども、もっとちゃんとした餌も与えたいなと思いまして、今回ね、ヤフオクでシロアリ500匹も購入してみました。これをこちらに入れて、シロアリを食べる様子もね、観察してみたいと思います。はい、こちら500匹の中から少し取り出しました。シロアリさんたち、
うちは木造なので逃げ出したらやばいです。シロリね、結構生き物の採集中に見かけることはあるんだけど、探すといなくて、しばらく探してたんですけど、なかなかね手に入んなかったんで、もうヤフオクで買っちゃえと思って買いました。早速こいつらをね投入してみましょう。でまたこのロートでね、投入されたシロアリたち、シロアリをこうやってじっくり見ることもなかなかないと思います。あの顎が長いのが兵隊やり、他の普通の顔した奴らが働きやり、メクロヘビは今下の方で遊んでるので、ちょっとシロアリはまだ気づいてません。お、クラヘビとシロアリが接触してます。食わんのかい、今お腹空いてないのか。いけ、いかない、食ったとこ見せてくれ、食わない。ちなみにこのシロアリね、500匹で2000円ぐらいでしたね。まあまあいいお値段しますよね。なかなか食べるところは見れませんね。ちょっと餌食う瞬間は見れなかったんで、せめてこのブラミニメクラヘビが普段どんな動きをしてるか50倍速で見てください。やっぱあんま動かないですよね、隠れる系のヘビなんで。でまあちょこちょこニョロニョロといろんな部屋に移動はしてます。まあこの動き方だったらこのアリマシンで十分飼育していけそうですね。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。